ガラスのお城作りに奮闘しつつ、ちょっと洞窟探検もやってみようかなと、思いますんで、来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。以上、杉本さくらちゃんでした。じゃあ、視聴者の皆さんに、お別れの挨拶をお願いします。はい。来週はお城作りを頑張るので、見てください。はい、ありがとうございました。以上、杉本さくらちゃんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。オレンジジュースも、うん、オレンジジュース持ってってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ふう、さてと、これはあれっすね、18時枠か、18時枠、いやでもな、桜ちゃん、18時枠にすると学校終わってからここに来るのがギリギリになっちゃうっていう問題もあるんですよね、実はね。なるほど、日曜枠。それがね、結構ね、桜ちゃんがね、習い事がね、結構たくさんあってね。ほんでね、曜日的にね、火曜日のこの時間しかちょっとね、ブッキングできないんですよ。だからそうすると、可能性としては、18時から始めて、俺が1時間先に、素材集めとく。で、19時になったら、あ、桜ちゃん来たの?つって、入ってもらって、で、そっからやって1時間。で、やれば、ガラス集めとかさ、燃料集めとかさ、そういうのは、放送内なんだけど、さくらちゃんのいないとこで準備しておけるので、いいんじゃないか。ただ、俺の火曜日の稼働が1時間早くなるだけで、っていう、一応スケジュール的にはできなくはない。これでもちょっとそのぐらいのことは考えないと、砂掘ってるだけで30分だもんね、俺なんか。ちょっと検討しますね。18時スタート、19時さくらちゃん入り、19時55分桜ちゃん派遣。で、20時終わりと。あ、もしくは放送後に集めるはあり。それありだな。俺そっちのが好きだわ。そっちのが好き。うん、今からの方が好き。今から9時まででしょ?